カリオン作品75は、エドワード・エルガーが1914年に作曲した、還元楽伴奏付きの廊唱。テクストは、ベルギーの詩人、エミール・カマルツによる。初演は1914年12月7日に、カマルツの妻であるキタ・ブランの廊唱、作曲者自身の指揮により、クイーンズ・ホールで行われた。1915年1月には、ヘンリー・エンディーを廊唱に迎えて、 ロンドンコロシアムで再演され、同年8月28日には、ハロゲートにおいて、ソプラノのジュリアン・クリフォード夫人と軍楽隊によって演奏されている。軍楽隊のための編曲は、パーシー・フレッチャーが言った。1918年8月15日には、カリオンとベルギーの旗がブルックリンのプロスペクトパークで模様されたポピュラーコンサートにおいて、 ベルギーの舞台美術家のカルロ・リッテンの朗将によって披露されて成功を収めた。ドイツが中立国であったベルギーへと侵攻したのは1914年8月のことでこれに武力での抵抗を試みたベルギーには悲劇が訪れる。町や市民は蹂躙され国中がほぼ完全に廃墟と化してしまったのである。アルベール一世とその軍隊は抵抗も虚しく芝叩く間に フランス国境側に位置する、ウェストイコールフランで練習へと追いやられた。これに対し、国を挙げての同情が巻き起こる。ロンドンでは、ホールケインが一流画家、作家、音楽家の協力を得て、クリスマスに、キング・アルベルト、エスブックと題した愛国的詩選集を編纂した。これに加わるよう打診を受けたエルガーは、オブザーバー史上で、エミール・カマルツンの詩を読んだことを思い出した。 カマルツの妻だったキタ・ブランは、ゲロンティアスの夢の初演の舞台に上がった歌手のマリー、ブレーナの娘であったため、エルガーは、ほどなく、彼女からその詩の使用許可を得ることができた。エルガーの友人で率直な電気作家である、ローザ・バーリーは、こう10回している。私は彼に思い切って、こう提案してみた。曲を、歌曲や、合唱曲として扱う場合にしなくてはならないように、 死の因律に縛られない方が良いのではないか。そうではなく、歌の朗唱の背景になる音楽として、説明的な前奏曲や感想曲を書くべきではないか、と。バーリーの助言を聞き入れたエルガーは、ところどころに還元学による感想曲を配した、詩の語りもしくは朗唱という形式を採用した。北ブランによるクイーンズホールでの初演を聞いたバーリーは、 彼女の置かれた状態を聴衆に悟られないように、準備が必要だったことを関連づけて語った。不幸にもマダム・ブランカ・マルツは妊娠中で、この事実を隠すべく舞台上にはパンチとジュディのショーの要領で、彼女が肩から上しか見えないほどに、大量のバラがうずたかく積まれていた。マダム・ブランは多大な力を注ぎ、オーケストラを指揮をしていたエドワード、そして客席に腰掛けていた私は、 彼女がもたらす効果に打ち震えたが、この日は愛国的熱狂が勝った。こうしてカリオンは無事に演奏されたのである。キング・アルベルト・エスブックにはフランス語のテクストのみとピアノ伴奏による版が収録され、出版された。約5分アレグロ3、4拍子、変度調調音楽面での明らかな特徴は変度、イ、と、への4つの音からなる低音の加工音階であり。 老章が始まるまでの導入部全体にわたってこのオスティナート音系が反復される。フレー主題は堂々としたワルツのような趣を持つが鐘の音のように響く4音の加工音系は3拍子のワルツのリズムとは重なることなく進む。オスティナート音系は低音部にとどまらず三連符のパッセージが低音部へ移るとセーブを変えて奏で続けられる。音楽が終了すると 死の老賞が開始される。力強い歌と音楽は、代表無と共に目覚ましい相乗効果を発揮することに成功している。オリジナルのテクストはフランス語で書かれており、英訳は、ティタ・ブランが言った。老賞は、還元学の導入に続いて始まる。注釈出典。ありがとうございます。